縄文時代の土器には用途がわからないものもあります。この有効つば付き土器もその一つです。火にかけた形跡がなく小さな穴が開いているのが特徴ですが、これを見た途端太鼓だと直感した人がいました。土取俊幸さんは10代からジャズドラムの奏者として活動を始めていましたが、世界各地で民族音楽に触れるうち、日本の音楽の原点は何だろうかと考えるようになりました。そして縄文時代の音こそが純粋な日本の音だと気づきました。土取さんはさまざまな形の有効つば付き土器を再現し、これに鹿の皮を貼りました。この小さい太鼓というのはこういう高音に効きます。これは和太鼓に匹敵するようなドンドン低い音ね。こういう3つの この音色に分けられるんです。このさっき の高音域のピッチっていうのは能の鼓の音を思い出す。でこれはいわゆる神楽太鼓、締め太鼓っていう。でこれが和太鼓の大きな太鼓。これよく考えてみると日本の太鼓の中にその音色色としてこのインプットされているっていうか、でそういう不思議なものが見えてくる。これは神呼びの時のだからアイヌの人たちが神を下ろす時にもこういう声の発生の仕方です。それとも多分つながってると思う。縄文時代は少なくともその干渉するもんじゃないね。干渉するもんじゃなくてダイレクトな生活の一部、これ生きていく糧なんですよ。例えばこういう土地の実でも取れなくなれば他のものを探さなきゃいけない、そういう切羽詰まったものがあって、それでも肉体的に探せないときは祈って神の力も借りるわけでしょう。でそういうときにこういう音楽が生まれてくるわけですよ。だからこれを楽しんだりね、鑑賞したり、そんな悠長なことは言ってられない。切実ですよ。この縄文のその楽器のこの複雑さに対して音っていうのはこのビジュアルに対してね非常に単純じゃないかと言う人はたくさんいますね。だから音楽じゃないって。ところがそのアメリカインディアンの音楽でもアボリジンの音楽でも非常に外見的にわからない人が見れば単純なんです。オーストラリアのアボリジンなんてこういう筒を吹いてるだけです。ブー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 って、今日ここに持ってきてないけども、でもこの筒はねブー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 って言ってるんだけども、これは僕がオーストラリアで直接聞いたんですけど、全部ストーリーがあるんです。ブーという音はカンガルーが飛んだとかね、ブーブーという音はカンガルーがブーメランが飛んできてカンガルーの首を切ったとかね、そういう物語になってるんです。でも知らない人がこれ聞くとただブー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 言ってるか音楽じゃない。でもこれは神話を語ってる、さっき言った日本人がその歌と語りの曖昧なその境にあるって言った音楽なんです。でこれは音であり語りなんです。で言葉なんです。でこの縄文のこの太鼓にしてもポン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 、これだけでもう山の向こうから神様が見えた、我々のカエルは池に隠れなきゃいけない、こういうことを語ったかもしれない。これだから今僕たちが考えている音楽とかそういう概念っていうのはもう西洋的な完全な音楽の概念であって、こちら 近代から物事を考えるんじゃなくて、本当に自分を人間の根源的な状態の方から考えていかないと、音楽っていうのは一体何だろうか、
というものはもう解明できないと。